ことがある。諦めないで最後まで頑張ること。もし元の世界に戻れたら、私絶対キリト君ともう一度会ってまた好きになるよ。見るな。僕が怖くないの。僕は君のことを利用したんだよ。そんなことはもういいんだ。だって僕はダーリンのこと餌だって。戦争が起きたんだもんね。うちのおじさんも志願するって息巻いてたんだけど、おばさんが反対して結局入隊しなかったの。おかげで無事に済んだわ。そんな辛い思いをさせて。封印は解かせない。この子は渡さない。ここであなたは表像となって朽ちなさい。ごめんなさいリト、別に怒ってるわけじゃないの。ただただただ恥ずかしかったというか。私春が好きだ。すごいことを言ってしまった。どうしよう、なんか盛り上がっちゃってついうっかり。今の何？てかびっくりしすぎて熱引いてる。なんで連絡事項と一緒に言うの？起きてるの知ってて言ったの？わからない。確認したい。知らないの？清水めぐみよ。みんな笑ってたくせに村に不似合いな格好してるって。どう言えばいいかしら。ようやく気づいてくれたわね。全然気づいてくれなくてとても寂しい。言っておくけど、私があなたを大好きなのも何も変わらないわ。確かにこいつの外見は完璧だ。ちゃんと覚えといてね。私ってうんと寂しがり屋でとびっきりの甘えん坊さんだ。協力した見返りってあんの？金が違う。学校ちょっとヤドミ。ありがとう。ごめん。ふざけろ。ドロン、おい聞いてるか。せっかく私が説明してやっているのだからきちんと。ああごめん、事務所に連絡入れておこうと思って。うん、まあ真面目に考えなきゃ。ゆうちゃんに恥ずかしいこと。これ訳してみて。辞書使ってもいいよ。できなかったらこの英文通りにするから。はい、一枚脱いでもらおうか。そんな。これは罰だから仕方ないの。あなたのためなのよ。どうしてそれまで待てないの。桐原くんが挑発したからじゃない。剣技だけで私にかなうと思ってる。魔法に頼り切った剣術部の桐原くんは、ただ剣技のみに磨きをかける剣道部のこの私に。なら致命傷よ。私の方は骨に届いてない。素直に負けを認めなさい。超熱いんだけど、レアキャラじゃない。あれ、引きがやって総武校なの？あ、彼女さん？いやだよね、絶対ないと思った。あーだよね、接点なさそう。ふーん、面白そう。葉山くん、またね。メールするね。いきなり、しかもこんな人通りの多いとこで。なんなの、こんな展開聞いてない。そう来るとは思わないじゃん。思わないじゃん。そういう意味じゃなくて。ああ、もういろいろ考えてたのに、こんなはずじゃなかったのに。ガリオ、そろそろ教えてくれないかしら。私たちは好奇心で死んでしまいそうだわ。こちらの殿方はあなたとどういう関係であると理解すればいいのかしら。最近お兄ちゃんがニヤニヤしてる。多分女だ。お兄ちゃんお風呂開いたよ。お母さんが早く入れって。分かったよ。さてと、パスワードは？まだ入試の受験番号。どうやら今度のターゲットはケメコのようだ。あなたは下がって大丈夫。あなただけはこの私が守るから。よし、行くぞケメコ。アルファパー。何それ、一発ギャグ？ちげえ、ドアアッパッパー。私なんかでいいですか？
はい。告白してもいいですか？ダメ。え？ベル君？エイナさん。もしかして何か悩み事？え？わかるよ、そんな顔してたら。私は君のアドバイザーなんだから。はい、なんか歓楽街に行って朝帰り？お待ちなさい。キュア大生のたしなみとして多少の護身術は心得ています。あなたが丸腰ならこちらも能力なしでお相手します。